ウフルミガイケニアッタは、ケニアの政治家。2013年4月9日から、同国の大統領を務める。かつては2001年から2002年まで地方、行政担当省、2002年から2007年まで野党、院内総務、2008年から2013年まで副首相の任にあった。2002年からガトゥンズ南選挙区から国会議員に選出されている。 国家統一党の一翼をなす、ケニアアフリカ民族同盟の議長でもあった。2007年の大統領選挙後の暴動をめぐり、人道に対する罪などに問われ、現職の国家元首として、初めて国際刑事裁判所に出廷した。父は1964年から1978年まで、ケニアの初代大統領だったジョモケニあったである。キクユの出が、彼の政治生命に、 重要な役割を果たした。ファーストネームのウーフルは、スワヒリ語で、自由を意味する。ナイロビのセントメアリーズスクールで学んだ。幼少期については、彼の支援団体が公表している、断片的な情報しかなく、よくわかっていない。それによると1977年、成績優秀だったウフルは、当時の無愛木履き罪賞からある、ご褒美をもらった。また、10歳のウフルが、 セントメアリーズスクールでの生活を綴った当あての手紙が残っている。1979年から翌年までの短期間、ケニア商業銀行に勤務。ジミー・ワンジギア・アルフィ・ー・ゲトンがといった何人かの同級生とは、現在も親密な関係にある。セントメアリーズスクールを卒業すると、アメリカ合衆国のアマースト大学に留学し、政治学を学んだ。 この時期についても分かっていないことが多く、噂や憶測が幅を利かせている。大学を修了して、ケニアに戻ると、農産物を流通、輸出する、ウィルハム、ケニアリミテッド社を創業した。2001年に、国会議員に選ばれ、ダニエル・アラップ・モイ大統領の下で、地方行政担当省に就任した。さらに、政治経験のほとんどないまま、モイ大統領の後継に指名され、 カヌから2002年12月の大統領選に立候補。野党の無愛木垣に大差で敗れた。その後、国会の野党院内総務となった。2007年12月の大統領選では木垣の再選を支援し、翌年1月に地方行政担当省に任命された。また、4月には連立政権の一員として副首相権貿易省に就任した。 2009年から2012年まで、ケニアッタは副首相を兼務の上で、財相を務めていたが、国際刑事裁判所から2007年の選挙後に、発生した暴動に関連して、人道に対する罪で告発されたため、2012年1月26日に、財相を辞職した。2013年3月の大統領選では、第1回投票で、ライラ・オディンガを僅差で下し、当選した。 就任演説でケニアタは、ビジョン2030を通じた、経済改革、すべてのケニア人の統合、母子保険の無償化を公約し、すべてのケニア人のために尽くすと述べた。また、ケニアの教育水準の向上も掲げた。今後は、高い生活費や、膨らむ国債などの問題に対処することになる。2017年8月の大統領選挙でも当選し、 再選を果たしたが、その後9月1日に最高裁判所が選挙での不正を認定、再選を無効とし60日以内の再選挙の実施を命じた。同年10月26日に実施された再選挙では、オディンガ陣営が選挙をボイコットし、得票率98%で再選。再選挙にまつわる異議申し立ては11月20日に、最高裁判所がべて棄却し、結果が 確定11月28日に就任宣誓を行った。ありがとうございます。